第85回スポーツ日本新聞社杯争奪戦 S 級決勝は89期神奈川松坂洋平選手の優勝でした。ただいまから松坂選手の優勝インタビューを取り行います。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、昨日到着ということで気温も上がりましたよね。そうですね、はい。まあ、勝負事なんでね、月のある人が勝ちだと思ったんですけども、それによって今日は、神奈川の松谷選手を使える展開になりました。どうだったですか？そうですね、松谷君が前で頑張ってくれたんで、はい、優勝することができました。まあ、結果的には、突っ張り合いになってですね、1番手3番手2番手4番手のような展開になったんですけども、落ち着いてましたよね、4番手で。そうですね、はい。そして、満を持して3番手から芦田選手が先に踏んだんですけども、もう抜ける感じがしてました？いや、もう最後まで分からなかったです。直線になってからの伸びは素晴らしかったですね。あ、ありがとうございます。まあ、元々は平塚では一番強いのは松坂洋平だということで選手間では有名だったんですが、まあ、去年ブレイクした割には今年やや停滞してるかなっていうふうに思うんですけど、本人はどう思われますか？そうですね、ここのところ調子も良くないんで、はい、これをきっかけに次も頑張ります。まあ、今年は、ね、優勝といえば、前橋のミッドナイトだけなんですけども、あの川崎以来の優勝ですよね。そうですね、はい。なんとかこれからは、優勝を量産してください。はい、ありがとうございます。最後にお客様にメッセージをよろしくお願いします。今日は、